こんにちは、かくちゃんこです。今週もやってまいりました、かくちゃんこチャンネル。今日は第2回かくちゃんこ座学でございます。はい、第1回からだいぶ時間が空きましたけれども、やっていきたいと思います。まあいろいろあったんですわ、仕事とかね、言い訳です。さあ早速やっていきましょう。座学の内容はこちら、16時間断食健康法。さあ、オートファジーのことでございますね。何のことやらという人もいるでしょう。それを説明していきたいと思います。説明していきたいと思います。僕が実践していることです。ダイエットから2ヶ月、実践していることでございます。今回5月30日、更新分なんですが、ただいまの時刻5月30日の夜10時でございます。本当に間に合うのかっていうね。さあ行きましょう、早速やっていきます。でこの16時間断食健康を5分間で説明できるかな。さあ5分間で説明できるかな。ノーカットでお届けしますよ。行きますよ行きますよ、早速行きますよ。時間もないからね、行くぜ。レディーゴー。ん、押せない。ゴー、よし始まった。さあ始まりました。16時間断食健康法とは、16時間断食することによって体の中でいろんなメリットが起こるよという、ただそれだけのことでございます。まず断食、まあ、何も食べないことですね。このそれをすることによってですね、まあ、10時間断食、10時間経過すると、基本的に体ってご飯を食べたら、その食べたご飯の糖質をエネルギーにして体を動かすぞっていう状態になるんですけれども、10時間経つと、断食して10時間経つと、あ、もう最後に食べたものの糖質全部使い切っちゃったよってなってしまって、体の中の脂肪ですね。体の中とか、もう血液の中の脂肪を使って、もう脂肪を使ってエネルギーにしようぜっていう風になっちゃうんだって、細胞が。なので、血中とか体内の、脂肪が、血中の脂肪なども減るので、それによって血行が良くなって、血流が良くなって血液の状態も良くなる、圧迫されている血管 もう通りが良くなるということで、老廃物が流れやすくなるし、各種栄養ですね、栄養も器官にいろいろともう栄養運びまくれるよっていう、そういうメリットがあります。それだけでもね、かなりメリットがある。まあだから消化器官とかもね、ずっと休ませることもできるし、それもメリットの一つなんですけれども、じゃあもう10時間くらいの断食いいんじゃないの、なんでそう、なんで16時間断食なのか。16時間体に何も物を入れないと、オートファジーという作用が生まれるんです。オートファジー、聞いたことある方もいますかね、いない方もいるでしょう。オートファジー説明させていただきます。16時間経つとオートファジーが生まれる。オートファジー、直訳すると自食、自らを食す、もう自分で自分を食う。まあ僕は食べるところたくさんあるんですけれども、もう何を食べてもらってもいいんだけどね、本当にもう。で、何を食べるのか。16時間経つと古いタンパク質、体の中の古いタンパク質ですねを食べて、それを新しい細胞に生まれ変わらせる、その作用がオートファジーというんですよ。すごくないですか。体の中にある古いタンパク質とか老廃物を取り込んで、それを新しい細胞に変えちゃうっていう、生まれ変わらせるっていう、すごいですね。いらないものを新しいものに変えてくれる、この作用がオートファジーなんです。これ2016年にノーベル医学賞も受賞している、もう今大注目のですね、人体の作用なんですよ、オートファジー。これが16時間断食していると、あ、もう食べ物供給されないのかもしれない、体、あ、油もさっきも使ったし、脂肪使ったし、タンパク質だ、いらないタンパク質だってなってなる。これがオートファジーなんですよ。これすごいですよね。もちろんいらないものを使ってで、老廃物も出していくし、新しい細胞になるっていうことは、お肌もツヤが良くなったりですとか、各器官も細胞新しくなりますから、どんどんバリバリ働け、お、新人ですって感じでバリバリ働ける状態に体がなるんですよ。これすごいですよね。アンチエイジングにつながるという、このメリットがあります。だから16時間断食になるんですね。で、この16時間断食すると、胃や腸が、まあ消化器官、特に消化器官がね、特に休めることができるので、排泄もうまくできるようになる、老廃物を流す、作用がすごく強くなるので、体重が減るっていう方もいます。これがメリットでございます。僕がずっとやっています16時間断食でございます。そしてデメリットも
ちょっと紹介していきたいんですけれども、デメリットとしてはめちゃめちゃお腹が空くよ。めちゃめちゃお腹が空きますよ。大丈夫です。まだ時間は大丈夫です。お腹が空くんだけれども、16時間食べないからね、ものを。それはめちゃめちゃお腹空くんですよ。でも、そういう時に食べていいものがあるの。断食ってなんやねんってなるんだけど、食べていいものがあるんです。それがナッツ類、チーズ、カロリーのない飲み物、プレーンヨーグルト、あと生野菜かな。これは、16時間断食中も食べていいですよってなってます。なので、お腹が空いたらそれを食べてこらえてくださいと。それがデメリットの一つ目。二つ目といたしましては、やっぱ16時間空けた後に次の食事食べるってなると、例えば、16時間またワンパーって食べちゃうと、血糖値ガーン上がってしまって、血糖でインスリンがドバーッと出てて、体に良くないことがたくさん起きます。ですので、これは個人の見解ですけれども、あんまり最初の食事はね、低GI のものとか、タンパク質多いもの、食べた方がいいと思います。こんなもんかな、フィニッシュ。過ぎてるやん。過ぎてるやん、1秒。過ぎちゃった。悔しい。悔しい。いらんこと言い過ぎたかもしれん。まあでもこれが、音味。16時間断食の、まあ、主な内容。ははごめんなさい。一つだけ、5分の中に。いや、もう全然収まってない。5分1秒だったけど。デメリットをもう一つ言うの忘れてました。ですね、筋肉が落ちやすいです。古いタンパク質を使うので筋肉が落ちやすくなってます。なので食事もタンパク質多めにね、とって筋肉維持に新しいタンパク質をよく供給した方がいいと思います。これは個人的な見解でございます。もっと詳しいことを知りたい方は、空腹こそ最強の薬というこのオートファジーの研究をしている青木敦史先生の著書ですね。これを見てみて勉強してもいいと思います。あとはね、いっぱいこのオートファジーとか16時間断食についてたくさんね、こういう効果がありますっていう動画出してる方たくさんいますので、まあ、概要欄にですね、この青木先生の著書とその参考にできるようなページとか動画のリンクも貼っておきますので、そこをチェックしてみてください。あとは僕がね、この2ヶ月間やっているんですけども、その実感といたしましては、まあ最初はね、お腹は空きますよ。でも結局ナッツ僕好きだし、チーズとかも食べて OK だしね、それでしのげるので、意外とそんなに、ああ、つら。いや、ちょっと16時間断食つらすぎるわ、とは全然なってない。それは一回もなってないです。そして、体重の方が、これは僕は、ダイエット方法として結構説明している方って多いんだけど、16時間ダイエットみたいな、断食16時間断食ダイエットみたいな感じで説明している人多いんだけど、僕はこれはどちらかというと、まあ、健康法かなって思いますね。確かに体重はかなり減ってますけど、これは僕が他にやっていることがあるからね。16時間断食とか、まあ、他にも、あって、第1弾で、角ちゃんご座学第1回で言ってるようなことも並行して行っているので、これだけ体重が今、開始2ヶ月で11キロくらい減ってるんですけれども、それはね、その複合的なものだと思うので、どちらかというと、これは、5分間の中で多分述べれてるよね。述べたと思う、消化器官を休めることだとか、あと血液を良くすることだとか、そういう健康に気を使った健康法だと僕は思ってますので、あえて僕の動画ではダイエットとは使いません。そうだと思ってます、僕は。実際ね、すごくやっぱり、ご飯食べ過ぎて、とか、なんか、今日は胃が重たいな、みたいな、そういうのは一切ないですね。今のところ、2ヶ月間。本当にないです。すごく、快調です、体の中が。まだ体の外にいっぱいお肉たくさんついてるんですけど、体の中の方はかなり楽になってます。それはかなり実感してるので、僕的にはやってもいいかなと思います。まあ、やってみて、合わなかったらやめてもいいし。それはもう個人でやってください。とりあえず今日はしたいと思います。第2回かくちゃんこ座学16時間健康法オートファジー編でした。ありがとうございました。またね。
最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。